はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。2時半ですね。12月は10日の日曜日でございまして、まったりとした午後ですね。ちょっと眠たくない寝たいんですけどね、眠たくならないですね。もう一杯ぐらいビール飲もうかなという感じですけどね。はい、日が照っていましてですね、千代田区19度で、この部屋はなんと24度ですね。あったかい小春日和でございまして、なんで12月やのにという、だいたい11月の真ん中ぐらいのイメージでしたけどね、インディアン様今日はいい感じ、こんな日あれですね、散歩したいですね。いやしませんけど、はい、行きましょう。時事 .com で、これは昨日の15時10分の記事ですね。慰安婦高裁判決が確定、日本政府上告せず韓国ということで、日本政府に対して元慰安婦らへの賠償を命じた先月23日のソウル高裁判決が9日確定した。日本政府は国家は他国の裁判権に服さないという国際法上の主権免除の原則を理由に裁判に出席せず、8日期限のまでの上告をしなかった。原告側が日本政府の資産を差し押さえるのが困難で、日韓の摩擦となる可能性は低いと見られる。差し押さえたらいいの、日本政府の資産。韓国内に預金あるでしょ、日本大使館名義の。差し押さえたらいいの。判決確定を受け、韓国外務省は9日、2015年の慰安婦合意を国家間の合意として尊重しており、こうした認識は歴代政権で一貫して堅持してきたと強調。歴代政権で、ムン・ジェイン政権はですね、国家間の合意を保護にしたでしょ元慰安婦の名誉回復とともに、韓日両国が未来志向の協力を続けていけるよう努力していくと表明する。要は訳わからん。戦時中のですね、慰安婦さんがですね、日本政府を相手取って賠償金払えと言った訴訟でですね、日本政府は相手にしませんでした。で、すると原告の主張通りの判決が出て、それが確定したというのはこの記事ですね。で、要は日本政府に金払えというですね、判決が確定しました。確定です。とすると、まあですね、原告はですね、日本政府に対する債権をですね、有したというようになります。で、韓国内にあります日本政府の資産を差し押さえて、それを現金化してですね、そこから賠償金を分を取れるという権利があるわけですね。これは確定判決です。早取ったらええのに、早取りいいな、ほんまに日本政府の、日本政府はですね、韓国内に大使館を運営しております。当然大使館名義の銀行預金があるはずですね。それを差し押さえてですね、現金化したらええのに、早押したらええのにと思うんですけど実はこの判決だけではなくて、もっと前にですね、慰安婦に金払えという判決が出ています。国家免責というですね、国際法のルールがあるんですけど、要はそれにですね、違反してるわけですね、この判決は。で、お隣さんというのはですね、日本相手なら何してもいいという国なんでですねもう国際ルールもクソ関係ないわけですね。日本に金払えという判決がもうで確定してるんですよ。で、法治国家であればですね、確定判決ほど重いものはないわけですね。確定判決に基づいて日本の国に対してですね、金を取り立てることができるわけですよ。どんどんやったらええやんと。まあ、もしそういうことをやると多分日本政府は怒りますからですね、これは外交問題に発展しますね。とすると原告団はですね、確定判決があるのにですね、1円も入れないという状態になるわけですねいや、まあ別によその国の話なんでね、勝手にやっとるよっていう世界ですけど、面白いですね。いわゆるね、私が見てると大谷さんって全然法治国家ちゃうんですよ。それから法律の概念というものがですね、こう僕らとは違うような気がしますね。法律も何でも、まあまあ法弁みたいなものなんですね、彼らにとっては。日本という国はですね、もう100年、150年の前、昔から法治国家なんですね。要はですね、法律によって国を定めているということですね。法律を超えて何かはできないわけ、これが法治国家ですね。で、ですね、有名な事件がありまして、大津事件というのがございます。
これはですね、明治20年頃ちゃうんかな、明治24年ですね、1891年、と言いますからですね、今から132年前ですか、ロシアの皇太子ですね、ニコライ2世、後にニコライ2世となる人がですね、まあ、日本に遊びに来ていたわけです。でその日本に遊びに来ている途中にですね、まあ、京都のですね、今の都ホテルあたりに泊まったわけですね。で、ですね、琵琶湖というところがあると、その琵琶湖というのは大変風光明媚でですね、おもろいや行ってみようやないかということでですね、馬車を連ねて琵琶湖に行きます。で、琵琶湖に行ってですね、帰りにですね、まあ沿道ですね、京都から大津に行きます道というのは、まあ今でいうところの三条通りでしょうかね、まあ東海道の一部ですけども、大津から京都へ帰ってくる途中でですね、警備中の 警察官津田三蔵というですね、もうこれはですね、三重県士族と言われてまして、藤堂藩の元家臣、下級武士だと言われてますけど、津田三蔵という人がですね、ニコライ二世に対して切りつけます。この時一緒にいたのがですね、ギリシャの王族でございます。後にですね、エリザベス女王のですね、もうなんかこの前で亡くなられたエリザベス女王の旦那となられる人の先祖ちゃうんかな、確かギリシャの王族と一緒にいまして、まあ切りつけられてですね、まあサーベルでぐさっとこうやられてですね、まあ重傷を、まあ、軽傷ではないですね、割合こう深いこう傷を負うという事件が発生をいたしました。で、まあニコライ2世一命を取り留めましてですね、まあ帰っていくわけですけど、この時にこの津田三蔵というですね、巡査、まあ警官ですね、今でいうとこの警官をですね、こう政府は死刑にしようとするわけですね。で、死刑にする根拠はですね、刑法によるですね、当時の刑法です。皇族に対するこう殺傷を起としたもの、まあ、考えたもの、あるいは実行したものはですね、その結果によらず死刑にするというですね、罪状があったわけですね。今はないんですけど、今は皇室の人といえども一般人と同じであって、普通の殺人罪なんですね。でこれはですね、当時ですね、ニコライ2世といえどもですね、外国の皇族であってですね、日本の皇族ではないと、外国の王族ですね、正確に言うと。でですね、だから一般人に対する要は殺人未遂ですね、になると死刑はできませんというふうにですね、当時のですね、日本の司法当局は見解を示すわけですね。だから日本政府はですね、こんなどうしても死刑にしなあかんって、だからロシアと戦争だったらどないすんねんお前らって、絶対死刑やとかって言い出すんですけどもですね、当時の裁判官は癌として、これは一般人と同等の人たちであるから、たとえロシアの王族といえども日本の国の憲法に刑法にはそれは書いていないと、そしたら皇族と見なしたらええやないかというふうにこう政府はねじ曲げてくるわけですよ。ロシアの王族イコール日本の皇族と同等やないかというふうにこう当時の司法省に攻め立ててくるんですけど、当時の司法大臣がですね、あかんと、これは一般人と一緒やと、刑法にそんなことは書いてないから一般人と同様であり、これは殺人未遂、として、処理をすると、突っぱねて結局はですね、死刑にはならず、ですね、殺人未遂としてですね、懲役10年かな、なんかの罪を得て、津田三蔵はですね、北海道網走に送られるんですけどね、まあ、わずか1年か2年で獄死をしてしまいます、津田三蔵は。まあ、結果的に死刑と同じだったんですけど、まあ、裁判の判決としてはですね、殺人未遂ということになりました。でこれが日本のですね、司法の独立を守った事件として有名になります。大津事件といいます。さて日本はそういうですね、こう痛みを経てですね、三権分立というものを確立をするんですがですね、お隣さんはですね、三権分立どころちゃいますね、もうむちゃくちゃでございます。あれがですね、法治国家かというとですね、私は絶対法治国家とは認めませんね。もう何でもありであって、
最高裁の首をすげ替えてまでですね、自分たちに都合のいい判決を出したのが前のムン・ジェイン政権でございまして、お隣はいまだにですね、野蛮な野蛮なですね、なんかようわからん国でございまして、でそこがですね、日本政府に金払えという判決を出してどないするんでしょうね、あの法治国家はというまあまあそういうお話でございます。この読みましたですね、時事.com のですね、アドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。